同時？なんと優勝はアニメ研究部のゆうきさんです。よっしゃ来た、優勝、アニメ部優勝、しゃいちぇ、どっちの冒険。よっしゃ、今日はつい運動会バーリ楽しみや。しかももつ鍋どんまい、マジ最悪だい。まさか陰キャと同じ組げな、ガッツ最悪、白組負けの確定ばい。かわいそう、陰キャと同じ組やばすぎる。ガッチやこの陰キャかすねくること。鏡見ろ水着、そんなシンプルに言い返せない。お前も大概陰キャろうがぜ。そうやけど、いやそうやけど、俺卓球部で一応運動部やけんね。そうそう、お前アニメ研究部やろ。あのもつ鍋より陰キャやけん。あのって何。よし、次運動会始まるぜ。開会式のラジオ体操です。せんの。いやいや、終わったけど。これで終わりだ。しゃあ、まずは組み出そうか。すごい。すごっ。数字バリ固くしよう。おえ、なほら。うわぁ、すごいな。頑張ろう。お前にそげなこと言われんでも頑張れたい。水や、別に頑張ろうって言っただけ。サボってやばい。ちょ、お前も持つ、ちょ、耐えろ耐えろ耐えろ、ちょ、お前呼ばれた、耐えろ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 。陰キャの前がバランス崩したせいやろ、お前ら、お前、お前、死ね、お前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 、素振りし出すの意味わからん。次は綱引きか。おい、次は足引っ張ったら殺すぞ。まあ、綱は引っ張っていいっすけどね。引くな。綱を引け。マジかわいそうやな。いや、ち、陰キャおったら負けるわ。いや、ハンデあげよう。赤組は一人戦ってやる。マジか、しゃあやるぞ。卓球界の張本と呼ばれた俺がオケ大丈夫や。卓球界の張本は張本さん。あー惜しい、あー惜しい、ダメだ、こいつ全然動かない。あー惜しい、あー惜しい、くそ、動かなすぎて大きな株みたいになってる。いやまあこれ大きな株じゃなくて大きな株やないかーい。ひくら、綱を引け。はい、綱引きは赤組の勝利ですか。マジやばいぞ。ガチなしよ、息はしよ。お前のせいで負けるやん、マジで。なんで次は足引っ張んなよ。次の玉入れが最後の距離か。絶対勝つけ。女性ハンナ、女性じゃないんだ。陰キャが勝てるわけないか。じゃあ俺が勝ったら何でも言うこと聞いちゃうわ。じゃあ俺が勝ったら今後一切死ぬけど、バスケ部の俺に玉入れで勝てるわけねえやろ。女性ハンナ、まずは白組からです。うわっ、うわっ、やったわ。うわっ、うわっ、なんじゃお前、これ相手の顔面にボール当てる競技ちゃうぜ。カゴに玉入れるゲームやつ。そこで外した。落ちすぎよ。いやマジ下手すぎやろ。お前全然待たせやん。おら。ああ、コンタクト、コンタクトが取れた。バスケ部のお前とまともに戦っても絶対に勝てない。だからコンタクトを最初から狙ってたのさ。いや、そのコントローラーでもカゴに入れられたよ。わざわざせっこい戦い方すんなよ。よいしょ。よっしゃ、1個入ったぜ。次は赤組です。白組1個、赤組0個。うっしゃ、金組2個で、金組の勝利です。金組、おぉ、シャーチ、金のボールとかあったっけ。あ、金玉です。あ、巨星。え、つまりこれ俺らが勝ったってことでいいよ。ふん、バカか。なんだ、合計得点では赤が勝ってんだよ。そうやった。ってことで優勝は赤組でした。お疲れ。そう、お前のせいやぞ、陰キャ。ごめんて。お前がおらんかったら勝てたわ。それはこっちしろ、お前、帯メガネかけてるキモい陰キャかよ。鏡見ろ、水着や。だけどシンプルブーメランやめろ。ガチこいつら見てほしい。まあモツに関してはもう同じチームじゃな、どうしよう。おお、次部活最高買い物競争か。部活と対抗、これや、これやったら二人同時に暴走するぞ。おい、ゆきアイス買っといて。おい、いや今から部活動対抗リレーが。はっ、嘘やろ、お前部活動対抗リレー出るぞ。出る、やば、面白すぎやろ。お前は勝てるわけないやん。ガチか、これ走る文化部とかおらんの。お前アニメ研究部やろ、走るのやば。お前絶対ドブやろ。ガチ、これ絶対最下やろ。マジおぼれ陰キャ。卓球部トントンやろ。お前さ、卓球部は文化部とスクールカーストお前トントンやろ。水木、お前さ本気できると思っとうぞ。まあ、文化部が最下以外取るのってめちゃくちゃ難しいやから。そんなにぶち当たった時は心の自分に聞いてみるよ、できるかって。心の自分、そう、頭の自分は今の自分しか知らないからな。でも心の自分は未来も知ってる。まあ知らんけど、まあ頑張れよオタク。できる。
looking for the perfect love。 中二病すぎやろ。部活動対抗リレー頑張るぞ。陰キャ絶対伸びやろ。俺だけそげな言うねん。持つのも陰キャ。おおいや、お前アニメ研究部やん。いや、持つは卓球部のアニメ部の方が絶対一緒やん。ダメだ、一年ずつもあるたい。よーい、ドン、シャー。動いてない、反射神経もあるやん。カズトシ、フライングで10秒ペナルティーです。騙されたな。根源よーい。ここの子さ、本物や。本物すぎ。本物の銃や。残りお前と持つだけだ。あいつは、このリレー、借り物競争やから。お題何やったっけ。俺のお題は、金。よし、もう借りとる、行こう。借金してんの、あいつ。いや、俺は、ピーター・パーカーがいつも被ってるマスク。誰これだよ。え、助けてくれるの。まあ、俺アニメ詳しいからさ。こんなに破壊しよう。頑張った時はお互い様だよ。ありがとう。借りができた。これは本物を、借り物競争言うてな。あはは今のうちに。おー、待って待って。てか、お前の話題ないぞ。ああ、君今、車借り物競争でレンタカーで。よいしょよいしょよいしょ。うわぁ。キャ、頑張るぞ。どうした時に。もうバカにしないよ。お前、ガチで勝とうとしとるやん。あ、ガチたい。お前、アニメ研究部なんて怖くないと。普段あんなにおどおどしとるの。ヒーローがなんでマスクをかぶるかわかる？わからん。ヒーローも、本当は弱いんや。けど、マスクをかぶることで、弱い自分を隠せる。結局はやるかやらないかってことか。おっと、次は大玉転がしながらか。負けんばい勝つとし。ああ、俺は負けんけんね。いや、てかあいつ邪魔じゃね。ああ、確かに。あれ、あれ、あれ、もうすぐゴールや。お前なかなか早いやないか。ここからシンプルに速さの勝負やけんね。バスケ部として負けられんわ。絶対に勝つ。もう手加減せんぞ。うわこっちだ。同時？なんと優勝はアニメ研究部のゆきさんです。よっしゃ来た、優勝、アニメ部優勝しちゃいちゃい。マジか、バスケ部の俺がアニメ研究部のインケに負けたんだと。そし、いい勝負やったわ。悔しいわ。でもすげえな、お前。ありがとう。アニメ研究部のインケのまさか優勝するとは。本気でやろうとしたことでできないことはない。自分が本気でできると信じてるから。おめでとう。お前マジすごいよ。ありがとう。バリ嬉しいわ。なんか忘れとる気がする。おい、タコラ、おい、卓球部、卓球部忘れとんね。あ、めっちゃ忘れとった。ゆうき、二人で元のゴール見届けようぜ。あ、待って、頑張れ頑張れ、待って待って、よっしゃ、頑張れ。タコラ、おかしいよ、お前。お前、こんな、お前、もっと切れるゴールテープにせよ、お前、グッてなってたろ、今。くそ。まさか俺が最下位とは。ユキ、マジですげえや、お前。ありがとう。いやー、俺が1位と思ってたんやな。あ、ここで訂正です。1位が間違えてました。おい。え、じゃあ、カズトシ。1位は、アニメ研究部のユウキさんのゴールを撮影してた、写真部のユウさんでした。いや、あるけど、その、選手撮ってるカメラマンがめちゃくちゃ速いっていうのなんかたまにあるけど。だから、おい、ぬかるこびさせんなよ、放送で。まあ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 、うどんでも食べて元気出そうぜ。うどんどどん、うどんどどん。いや、岡沢明の後釜狙っとる。うどんどどん。まぜ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 、まどもまぜる。なら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 まどもまぜる。まぜまぜ。まずはこれを。まずはこれをまた。まずは。まるまるボリボリのダバダバダバジュワーの、あの、お腹出して寝るなよのところ。キャイン。はい、終われ。はい、終われ。こっちの冒険ミニャツ。